いじめていたわけじゃないけど、やらなきゃ今度は僕がやられる気がしたんだと、泣きながら語る少年に全てをなすりつけ、上げ足取りたがりのチャンネルが正義を語る。きっと僕らに悪意があるわけじゃないと思う。どうしたらいいのかわかんないだけ、模索しながら傷ついて傷つける。麗しき国に生まれ育った、しまったために、どれもこれもあって当たり前の日々を生きて、完璧なものだけを欲しがっていった始末に、完璧じゃない人間を遠ざける人々も。